はい、皆さんこんにちは。元気だおじいです。さあ今回はね、こちら紹介したいと思います。デジカント式の衣類乾燥除湿機ということで、もう中時期には必需品ですね、これね。はい、そんなわけでね、元気なおじいのチャンネルでは通常の除湿機はね、何点か紹介してもらったんだけど、今回はちょっと次元が違うね、本格的な超ウルトラ除湿機になりますね。はい、じゃあどんな内容か見ていきましょう。ビョン。はい、もうスタイリッシュだよねこれね。はい、でもここで見てたのとそんな変わんないね。はい、でね、ダイレクト乾燥で効率よく乾くということでね、これすごいよね。とにかく中時期いろんなもの干したくてもジメジメして乾かないよね。でこれがね、ダイレクト乾燥っていうんだけども、このお部屋の中でね、いろんなものをこう乾かしてくれる、それぐらいの強力な除湿パワーがあるということです。でこの強力な乾燥風を洗濯物に当てて湿気を飛ばすね、上、そして除湿機で空気の湿気を取り除くということで、これもうダブル構造なんだね、これダイレクト乾燥ってやつで。通常の除湿機もたまにね、いろんな商品のレビュー見てるとすっごい勘違いしてる人がいて、湿度、雨が降ってる時とか湿度が高い時、要は湿気が多い時にそれを吸い込んでくれてお水になってたまるんだけど、湿気がない時に使ってあんまよく取れないって、そういう人よくいるんだけど、面白い人いるんだけど、基本的に湿気を取ってくれるんだよね。なのでね、分からない方は除湿機っていうと365日ポンって置くと水グーンとね、お水を食べてくれるって思う人いるかもしれないけど、お知らせではないんだよね。でね、今回の素晴らしいのは、だから湿度がどれぐらいっていう設定があるとちゃんと調整してくれるんだよ。びっくりするような機能がね、あるんだよ。はい、でそれがこれです。お好みによって湿度簡単に設定ということで、2段階湿度調整タイマー機能を搭載してね、寝るときとか出かけるときにも便利ですよということで、はい、ここにいろいろね、ボタンがついてます、機能がね、すごいでしょ。でこれもまたね、一個一個説明いたします。で広角自動スイングルーバーということで、もうエアコンみたいなやつね、ウィヨーンってこういうやつだね、これがね、上についてるね。で最大90度ね、ペロリンペロリンってこうなるみたいよ、すごいね。はい、そしてね、ここで、ね、熱交換器があって、除湿ローターがあって、でシロッコファンがあって、ピョーンってこうやってくれるんだね。まああんま難しいことは分かんないけどもね。でここにお水をためるタンクがありますよと、そういうことになります。でそのお水をためる排水の機能なんだけども、びっくりしてください。ここのとこバコーンってね、溜めたらジャーってこうしてるだけのやつがここにあるんだけれども、でもこの市販のホースをつなげると、いちいち捨てなくてもね、排水口にピャッてつなげていけば、もうずっとつけっぱなし、そのまんまで使うことができます。で例えばじゃあどういう使い方があるのっていうと、元気なおじいの浴室もそうなんだけど。浴室乾燥機がついてるお宅もあるかもしれないけど、我が家にはついておりません。で浴室に物干しの棒ね、オプションで5000円だったんだけど、それをこうつけてあります。でそこにお洗濯物をかけておくだけだと乾きがすごい悪いんだね。なのでこういったものをちょっと梅雨時期でね、表では乾かせないね、で部屋の中もちょっとこう邪魔作業ができないとかっていう場合は、浴室に要はお洗濯物をかけて、それでこうしてね、排水やってこうつけっぱなしにしておけばカラッとなるわけだね。今言ったようにルーバーでね、風を当てながら除湿をしてくれるんで、カラッとしてくれるんで、結構パワフルにできるってことだね。だからこれ使い分けができますね。で排水ができないようなお部屋だとこういうのを使えばいいしね。だからなんかお水してるバケツかなんか用意してもいいよね、ペットボトルとかね。はい、除湿なしだとジメジメジメ、除湿後はカラッと爽やか、寝室キッチンね、クローゼット浴室などで大活躍いたします。
はい、年中使えるデシカント式ということです。春夏秋冬どういうことかっていうと、春は花粉のシーズンの部屋干しにね、そうだよね、なんかこういろいろ干したくても花粉がくっついてね、クシュンクシュンってこうなっちゃうでしょ、おじいもそうね。で夏は梅雨のカビ対策、そして秋はね、厚手の衣類の乾燥にも抜群です。で冬は暖房時の結露対策。なるほど、この結露対策にいいんだね。確かに湿気だもんねこれね。だから一年中使えるってことだね、素晴らしい。はい、そんなわけでまとめに入っていきます。ダイレクト乾燥で効率よく乾かしてくれます。はい、そしてね、もう売り文句としては強力な除湿力、もう半端じゃないです、めちゃめちゃ強力です、ね、このデシカント式っていうのはね、ものすごいです。で衣類乾燥対応してます。で湿度の設定が可能です。で3段階の温風調整ができます。温風って書いてある、風量調整だねこれね、うん、で切るタイマーがついてます。そして満水になったら自動停止、まあ、この機能がついてないとタンク溢れちゃうからね。はい、そういうことになります。で使いやすさにこだわった充実機能ということで、運びやすい本体、こうやって取っ手がついてるね、とても便利だね。でフィルターがついてるということで、ホコリとか髪の毛とかね、そういったものをこの中にね巻き込まないね、あのフィルターがちゃんとついてる、なので、水洗いもできる、これフィルターがね、10年間はもうお任せ、交換不要ということだそうです。で、排水口にもね対応してますよということです。で、まあ、使い方としては、ね、こういったものを使ったことがない方、ね、空気口と排気口を塞がないように壁から離して除湿器を設置してください、ね、部屋全体を除湿したい場合は部屋の中心に置くと最も効率的ですよ、まあ、そりゃそうだね、おじい隅っこに置いてた本当。で空気清浄機やエアコンと併用する場合は吹き出す風がぶつからないようにすること。なるほど。で浴室を乾燥する場合はドアの外側に置いて風を送るようにすること。なるほどね、ドアの外側に置くんだね、そうなんだね。はい、で部屋干しを効率よく乾かすポイント、狭い部屋で閉め切って運転すること、室温を少し高めに設定すること、衣類は高いところに置き水滴が除湿器内部に落ちたいよう横方向には60センチ以上の距離を確保すること、ね、で洗濯物に風を当てること、サーキュレーターや扇風機と併用すると効率アップアップということだそうですね。これ覚えておくと便利だね。はい、そんなわけでオープンボックスいきましょう。今回はね、箱大きいよ、パワフルだからね。はい、じゃあいつもの場所で行きましょう。はい、場所変わりました。今回はね結構大きいんだよ、箱がね、しっかりしたやつ、ね、はい、この段ボール箱なんだけど、この上に段ボール箱入ってこれが出てきましたね。しかもしっかりとした梱包で届けましたね。はい、パッケージはこんな感じでーすね。あの PC マークもちゃんと認証もねついております。はい、こんな感じね。いやーこれ大活躍してくれるなこれから。まあそうだよね、そういう時期じゃないと売らないよね。はい、じゃあこれね、よいしょと、早速開封していきたいと思います。よいしょ。はい、それでまず開けると一番上にマニュアルかな、これね。はい、このように日本語のね取扱説明書マニュアルが出てきましたね。はい、メールメールね。はい、でこのようにメール、こうして目次があって全部日本語の説明になってます、これね。はい、とっても分かりやすい説明になっておりますこれね。はい、じゃあ中身をね出していこうと思います。よいしょっと。で取っ手がついてたから、うん、これでよいしょと、ね、よいしょ。はい、こうやって取り出すことができます。おっ、で
もうあと中身ないね、これね。はい、まあ一年中使えるからね。うん、あのしまっとくってことはないだろうね。出しっぱなしだろうね、この商品はね。箱いらないね、これね。はい、こんな感じです。おお、この取っ手がついてるのも嬉しいね、これね。で、重みはね、確かに結構重さがある。うん、こう倒れるような重さではない。本当、めちゃめちゃ重さがある。で、はい、わ、しっかりとした太いケーブルだね、これね。いや、びっくりだね。うん、これはね、安心だね。この電源ケーブル、これが弱いとね、すぐ切れちゃったりすると困るけど、いや、すごい、パソコンのあのだっけな、あの連動タップみたいなね、この丈夫さだよ、これね。はい、じゃあちょっとね、手持ちに切り替えて皆さんと一緒に見ていきましょう。はい、手持ちに切り替えました。で、こっち側がね、おそらくね、正面なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じ。ご注意ってね、ちゃんとあるんだね。うん、排水ホースは水タンクに入っておりて、あ、この中に入ってんだね。で、ここに窓がついてます。お水がどれぐらい溜まったのかが見ることができます。で、横の左右このようにこう取っ手がついているので、これをね、こうして引き出すことができます。はい、で、ここのところにね、お水がこうポトポトってこう溜まる構造になってるんだね。はい、で、市販のホースを使うとって書いてあったけど、これがもうついてるんだね。え、そうなの？市販のホースを使うとって書いてあったと思うんだけど、ホース別売りだと思ったんだけど、これを使うことももうできるんじゃん。これついてるんだ。あ、そうなんだ。よいしょ。なんか、すごくサービスがいいよね。ここにこうやってつけるのかな？合ってる？違うかな？ちょっとじっくりと見てみないとわからないけど、はい。で、構造としては、よいしょ、カメラなら入るかな。はい、ここから溜めた湿気が出てくるんだね、これね。うん、で、あ、そうだね、あの排水口の出口、うん、これ合ってそうだね。さっきの場所っぽいね。ほらね、しっかりとあるから、ふむふむふむ。で、これでポタ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 って溜まるから、まあ大体ここら辺までいっぱい溜まったなと思ったら、もうこれが塞がる前に出して捨てた方が良さそうだね、これね。うん、そういうことだね。で、ここのところ多分パコーンって取って、これなんかぶっ込むって感じかな。このタンクの中にこれを使う場合は、タンクの中にこう押し込んで使うんだろうね、多分きっとね。で、自動的に止まるのが、ここに、これ浮きが入ってるんだね、これね。で、これが、お水が溜まると、この浮きが上に上がって、それで、おそらくセンサーで、うん、まあ、ちょっと見えないけど、センサーで反応して止まるってことだね。でないと、溢れちゃうからね、お水がね。はい、多分そういうことではないかなと思います。じゃあ、ちょっとこれを外した状態でね、これをこっちに置いておきましょう。はい。で、今度裏側を見ていきましょう。はい。これがね、裏側になってます。で、ちゃんとここのところにね、PSE マークがついているので、安心してください。はい。そしてね、ここだね、さっき言ったね、フィルターがついている。で、フィルターは、よいしょ。これフィルター、だって取るのかな。ちょっとフィルターのね、取り方がわからないので、ちょっとマニュアル見ないと外し方がわからないです、これね。ちょっと普通にはよ抜けないので、ちょっと取り方があると思いますね。簡単には取れないです、これね。しっかりとしてます。はい、じゃあ上を見ていきましょう。はい、で、これがね、送風のルーバーの部分だと思います、これね。ここは手で開くのかな？ちょっとこう、パコンとはいかないので、あまり
モーター絡んでるから手ではやらない方がいいね、これね。はい、でこれが電源になってます。でカチカチカチってこう分かりやすいボタンになってるね、これね。うん、嬉しいね。はい、でこのように電源運転満水ってなってるので、まあ通常電源入ってるかで、ここだね、運転中はここがランプがつくんだろうね。で満水になったら止まるってことはね、排水してくださいっていうのがここ見れば分かると思います。で先ほど言ったこの3段階の強さだね、強中弱、これで切り替えます。でタイマーがついてるんだね。はい、2時間、4時間、8時間ね、この3段階のタイマーがついています。でここです。はい、湿度の設定 50% と 60% に切り替えることができます。あとはね、ここは自動で切り替えでやってくれるっていうね、なので、まあ、50% にしておくとより乾燥するってことだろうね。はい、ここもカチカチカチです。で衣類乾燥の場合は思いっきりガーッと除湿するんだよね、うん、この温風のルーバーが動くのかもしれないしね。はい、あ、これスイングがあった、ちゃんとこうにね、これスイングね、こうなる、この機能があるみたいです。はい、じゃあ元気なおじいね、これね、ちょっと一発オーディオルーム持ってってみたいな。これ今オーディオルームにね、2リッターぐらい溜まる除湿器置いてあるんだけど、ちょっともうこれで比較してみたいんだよね。ちょっと場所移動しましょう。はい、オーディオルーム行く前にちょっとこう浴室乾燥の場合の使い方をね、ちょっと先に説明しようかなと思いました。で先ほど言ったように、例えばね、うちの場合はここに浴室乾燥機はついてないんだけど、これだけ棒だけついてるんだね。うん、どのうちでもね、こうやって突っ張り棒でやればこういうのをみんなやってると思うんだけど、でこういうところでこう干したい方って結構いっぱいいるよね。でそういった場合にここにお風呂だったら排水口があるよね。でこれを利用してお水のタンクに水をためないで、そのまま出しながら、この狭い空間で、思いっきりね、除湿をしながら風を当てて乾かすっていう、まあ、こういう方法もあるわけです。でそれを行う場合はこのよいしょ、今これ本体ね、ちょっと見やすいようにちょっと後ろにひっくり返そうかな。じゃあよいしょ、ひっくり返るかな。よいしょ、はい、ひっくり返りました。で原理としては、理屈としてはここ除湿して取ったお水がここから出てくるんだね、これがね。なのでこの排水タンクに水を溜める場合はここの位置から出てくるんで、ここの受け皿のところにポタポタ垂れて、それでここでお水がね溜まるという、そういう理屈になってます。で、このホースはどうやって使うのかというと、ここまずね取っちゃいます。これね、これを使う場合はこれをねまず取ります。よいしょ、くるくるってこうしてやって、よいしょ、こうしてね、はい、取ってしまいます。でこの先端を外からこうして入れて、でここのところにキュッとね、キュッと入れます。はい、奥までね、はい、しっかりと今キュッと入れました。見えますか、ほらね、しっかりとこの奥まで入れます。でこの管がこの外に出てるということになります。こうやって使います。で、実はねこれね、ここのところにセンサーがついていて、安全装置がついているので、実はここに水のタンクを戻さないとちゃんと機能働かないということになるので、お水のタンクは必ずここに戻しますでね。あ、今これね下にぶら下がっちゃってるといかないので、よし、ちょっと上の方に上げて、上の方に上げて、よいしょ、はい、これで OK です。
これで OK です。それでこの外側に置くって書いてあったらね、こう外側にこうやっておいて、で音符をオンにするとこうこちらに行くよね。それでこの排水をこうしてやっておけば、蒸出したお水がこうして排水口にね、どんどんジャ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 行くので、ここでつけっぱなしで OK ですよということになりますね。だお部屋の中で使うときも、大きなたらいとかこう垂らして食べるってこともね、できるよね、考え方によってはね。はい、一応参考までにこれをね、お手本を見せてました。じゃあオーディオルームに行きます。はい、ということでオーディオルームにやってきましたね。このオーディオルームね、2年前はすごく悲惨だったんだよね。ここものすごい湿気るんだよ。湿気がひどすぎて、でアンプをいろいろね置いてあるんだけども、すぐカビました、ほとんど全部。すごい大変だった、お掃除がね。で除湿器が欲しいなと思っているところにね、除湿器を、紹介させてもらって、でここのところにもね、コンパクトなね、2リッターぐらい多分ね、素晴らしい除湿器がここにあります。まあ、大きさ比べるとね、こんなに大きさが違うんだね。はい、こんなわけで、パワフル。ほらこっちは1日10リッターの能力って書いてあるんで、大きさもすごい違うんだけど、今使っているものと比べるとね。いや、これちょっとね、楽しみです。このパワーがね。で、この部屋はね、今現在で、ちょっと待ってね、どれぐらい溜まってるかな。もう、よいしょ、数日前にお水捨てたばっかなんだけど、今の時期で、ほら、これぐらい今、お水がね、溜まっております。ね。ちょっと前ね、まで雨降ってたんで、ね、結構湿気はあったんじゃないかなと思います。はい、そんなオーディオルームもね、アンプがもう壁だらけになったら大変なので、この部屋だけはとにかく強力に除湿したいわけですね。はい、じゃあちょっとね、使ってみましょう。電源コンセントを入れて、おプププね。で今こんな感じだね。今電源のところが赤くつきました。で押すと、おお、おお、すげえ、すげえ、風が、おお、すごい、めちゃめちゃ強い。で、今、除湿が、強いになってるので、すごい強い。わー、すごいな。で、除湿、うわ、ほら、ファンがすごい、プロペラが、わーって、プロペラってのはなんかわかんないけど、ね、ぐるぐるなんて回ってるね。これを、じゃあ、ちょっとね、弱にしましょう。ね。弱でも、扇風機の10ぐらいの風は出てるんじゃないかなと思います。いや、すごいなぁ。じゃあね、今度、中にしましょう。見やすい。おお、すごいすごい、これはパワフルだ。うん、洗濯物乾くよ。はい、じゃあ今日、うおすごいパワーだね。え、はい、ちょっとね、声が聞き取りづらくなっちゃうから今弱にしておきます。でタイマーもこれね、2480ってこう、もう音もしてくれるし、 LED も見やすいね。で湿度調整自動があって、50%60% 自動があります。でこれ衣類乾燥ね、ここ衣類乾燥ボタンがあります。あ、ちょっと待って、ここあったかいじゃん、あったかいじゃん。うん、あ、そうだね、あったかい風って書いてあったね。最初普通の送風だったんだけど、ちょっと時間が経つと暖かくなってんだね。で、ここ、浴室乾燥。あ、衣類乾燥か。おお、こっちの電気は全部消えて、なんか専用のモードになったんだね、これ。じゃあ、スイングボタン。
押しましょう。今ねオートになってます。スイング、このスイングはどう違うのかな、スイングはどう違うのかがわからない。これはオートでなんか調整してくれるのかな、このスイングは。あそういうことか、なんか時間を見ながら調整してくれるのかな。あ、動くまでちょっと時間があったんだね、おそらくね。いやこれスイング、あの洗濯物をバーってやってあっても結構行き渡るね、空気の循環にもなるし、これは強力だ、すごいすごいすごい。1日10リッターっていうのもね、うなずけるよ、湿気が多い時。へえ、はい、じゃあ、まあ、今日のところはちょっと別に普通でいいので、ね、自動でね、まあ自動でちょっと弱で置いとこうかな。うん、これスイングもオンとオフ、あそうか、乾燥がいらない時っていうのは除湿だけだったら別にこれなしでもいいってことなのかな、これもしかしたらね、湿度も普通でしょ、そういうことかもしれない、もしかしたらね。え、運転オフにするとどうなるのかな、時間がちょっと経ったらあれかな、温風がなくなった頃にこれがパコンって閉まるのかも。まだこれあったかい風が出てるね、うん、いやこれはいいね。でここのとこ見てれば、そうだね、ちょっとしばらく時間置かないとここ水はすぐたまらない、水はすぐたまらないけど、まだカラッカラの状態で、まだねこんな短い時間だったら一滴も、あでもちょっとあれかな、はい、まあ、実際に使ってみないとこればっかりはわからないのでね、また後ほど動画にしてみたいと思います。これ自動運転で温風が、あ今温風から普通になりかけてきたかな、多分冷えたらパカンってなるんだろうね、うん、はい、そんな感じでちょっとね今回はどうしようかな、まあ、思いっきり強くやる必要もないので弱で、うん、動かしっぱなしにしておこうかなと思います。いやびっくりだね、でもね想像していたよりもはるかにパワフルでびっくりした、うん、確かに油類乾燥だこれは、すごいすごいはい、今回オープンボックスなんでここまでにしたいと思います。実際に使ってからのやつはまた改めて動画にしたいと思います。じゃあ戻りましょう。はい、そんなわけで戻ってまいりました。いかがだったでしょうか。いやすごいよね、パワフルだよね、ボーって言ってね。いやさらに強力なね、湿気取りができるっていうのはすごい嬉しいなと思うね。いやというか衣類乾燥できるっていうのは、いやこれから頼もしい味方だよ本当で。特にねマンションなんかでね生活してるとやっぱ限られた空間があって、であもうずっと干せないっていうストレスになるよね、本当わかるんだよ。おじいもね高速脱水機使って、それで一生懸命ちょっとでもね短い時間で乾かないかなって努力してたんで、こういったのはねすごいありがたいなと思うよ、ね、はい、今回のパワフルな除湿機ね、アマゾンの方を見てみましょう。いくよ、せーのドキューン。はい、ということでね、もう出たばかりの新しい新製品ですね、除湿機衣類乾燥機強力除湿ね、除湿量が10リッター、木造だったら24畳、鉄筋だったら48畳まで対応しているそうです。スピード乾燥、本当その名の通りね、スピードに乾きそうだよね、あれだったら。もうルーバーもこうやってね、ガンガン動いてたしね。湿度センサー付き 2.5 リッター大容量タンクということでね、
あれで 2.5 リットルあるんだよ。今使ってるのが2リッターで大きいなと思ったんだけど、さらに 500cc 増えた。びっくりだね、ほんとね。一年中使えるデシカント方式、シェオン設計ね。でもあの、音符のボワーって音はしたよね。強いとね。はい、満身自動停止もね、ついてます。洗面台、脱衣所。そう。あそこの脱衣所、洗面台のとこ。あそこね、よくあの、黒カビが出るんだよ。いつもこうやってシュッシュッシュッってあの、拭くんだけど、これからの季節、ああいうとこに置いておきたいね、やっぱり。いや、2、3個ぐらい欲しいな、これ。ね、はい、お値段の方はこちらにある通りね、27,999円。もう一回ズームしよう。せーの、ドキューン。はい、27,999円となっております。で、今ね、ここに4000円オフのクーポンがあるので、23,999円でゲットすることができます。ね、リンクはね、この動画の説明欄に貼ったので、あと、わからないことはね、こちらのページをご覧になってみてください。で、元気なおじい、今日からあの、もうバリバリに実地をするので、ね、何かあの知りたいことがあった場合、書き込んでいただければ、おじいがわかる範囲だったらお答えしたいなと思います。それだけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また続編の動画を出すので、そちらの方も楽しみにしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。